どうも、お酒を二十歳になってからマーサヨンです。こんばんは。今日は2020年1月26日でございます。はい、芋焼酎、お湯割り、飲んでおります。はい、本日は仕事休みだったんですけども、実家に帰りましてですね、ちょっと親父に呼ばれ、畑仕事やっておりました。はい。実は明日も休みなんでですね、明日はバチコリ大三国志やりたいと思うんですけども、先週のスクリーンタイムですか、 iPhone のね、各アプリの、まあ、イン時間みたいなのがね見れるんですけども、だいたい1日平均8時間ですね、まあ、仕事が8時間、大三国志8時間、残りの日常生活で8時間、大変だということなんですけども、先週も月曜日がですね、めちゃめちゃ休みだったんですよね。フリーで、用事がなかったんですけども、見たらですね、16時間やばい、廃人だと思ったんですけどもね。はい、でも大戦争中ですしね、名手ですしね、はい。いや、動くときはやっぱりやれないけんということでね、やっておりました。大変だ、はい。で、そうだ、先日の動画のコメントでね、というか3日ぶりなんですよ。3日ぶり。はい。珍しい。はい。ちょっと音が小さいみたいなことで、ちょっとね、OBS で、最大限のボリュームでね、録画してるんですけども、なかなかね、ちょっとよくわかんないんですよね。で、マイクがもしかしたらめちゃめちゃ安いので、ちょっと今ね、マイクかなり近づけて喋ってるんですけどもね、はい。でもう一個の、編集方法がありまして、そっちの方、iPhone を主体としたね、そっちの方では結構、あとでビデオスタジオでね、いろいろ編集したりもするっていうのもあるんですけども、結構音量が大きく取れるということなんですけどね。はい。難しいですね。はい。やっぱいろいろ編集技術というのをね、まあ、日々学んでるんですけど、今めちゃくちゃ学んでます。一日、ほんとね、何時間もね、YouTube のね、動画、ノウハウ、編集の仕方とか、まあ、動画の作り方とか、今後のトレンドとかね、ずーっと見てます、ほんと。ね、で、今、とあるね、一本の動画を、めちゃめちゃ時間かけて企画して今作ってます。はい、今年はね、まあ、厄年ではありますけど、ちょっとね、もう一つステップアップしたいという思いがありますんで、はい。よろしくお願い申し上げます。ということで、第三国志決勝中元、はい。やっていきましょう。私の今、部君がですね、ちょっと同盟だと名前が出ちゃうので、ちょっとやめときましょうかね。まあ、南部連合で言うと、11位、150万弱ですね。150万弱なんですけども、今週、現時点でですね、42万ぐらいですね、42万。ちょっと50万には届かないかないかなというところなんですけども、いや、私がね、50万超えたってないんじゃないかな。習慣でね。一つのサーバーに絞ってね、バチコリやれてるということで、なかなかいいんじゃないかなと思います。今、モサの人もね、うちの同盟でも50万超えっていうのは、結構いらっしゃってて、はい、40万台も結構いらっしゃってて、はい、まあ、この、武勲というのがね、一つの指標になるということで、その戦争の、まあ、状況によっても、まあ、いろいろ違うんですよね。圧倒的に攻勢状態にありましたら、なかなかね、敵と当たらないということもありますし、こう関所前でね、わちゃわちゃやってると、自分が防守入れててもね、めちゃめちゃ稼げますし、突っ込んでも稼げるということで、その状況にもよるんですけど、やっぱ強い人はね、しっかりと武勲を稼いでいるというのはね、もう目に見えてわかります。はい。ということで、まあ100万はね、なかなか厳しいんですけども、まあ、今週、まあ、50万近くまでいけそうということで、いや、一つね、自分もね、成長できたかなと、思ってる次第でございます。で、ただまだね、5軍なんですよね、5軍編成。で、ちょっと、まあ、資源にも余裕があるというか、本当ね、1日16時間回した月曜とか、10万以上稼げたんですよ、僕が。稼げたんですけど、やっぱり日中仕事がある場合、まあ、日仕事がある人もでもね、めちゃめちゃ稼ぐんですけども、はい。やっぱりいろいろ仕事上インできなかったりね。まあ、帽子を置いてたりしてもいいんですけども、もちろんね。ちょっといろいろうまくいかないところもありまして、アベレージが下がったっていうのもあるんですけども、はい。
でやっぱりね、今後強い人、見てると6軍、7軍、8軍、9軍、10軍ぐらいまでね、10軍だから9軍とかぐらいまで作ってる人いらっしゃるので、いや素晴らしいなと。まだね、僕の第二分譲が完全に、できてないっていうね、ちょっと内政サボり癖っていうのがあるので、ちょっとね、はい、急ぎ、作って、最近しかもね全然課金してないっていうことで、毎日日々もらえる、玉符でですね、なんとか賄ってるというか、ケチケチすんなよっていうことなんですけどね、はい、多少なりもともね動画でいただいてるし。そう、ちょっと話変わるけど、来月ね、確定申告なんですよ。確定申告行かなきゃならないです。YouTuber として初めてのね、確定申告です。はい、まあね、自分の主たる、その給料以外での収入、ネット事業だと20万円以上の収入があると、確定申告しなさいというね、しなかったら脱税と、バレたら追徴課税がバチコリ来るのね。僕もね、もちろんね、やったことないんでね、ちょっとこれもね、ちょっと勉強しないといけないなということでございます。はい、話は戻しますけれども、はい。ということで、まあ、10軍までね、作れるかわからないんですけど、まあ、強い人は、まあ、3万とか、3万5000とかね、強い人、もう4万ぐらいいってるのかな、勢力値いらっしゃいますけど、なかなかね、争奪中が激戦でございまして、はい。まあ、今日は僕、別の、結構ね、とこで、少数でちょっと防衛に回ってたんですけど、そこら辺ちょっと高レベル土地は取れたんですけど、いつね、奪い返されるかわからないということでね。今、2万7000ぐらいでしたかね。2万7811ということなんですけど、まあ3万ぐらいまでちょっと押し上げてね。まあしっかり、勢力値も上げて、生産値も上げていきたいと思っております。はい。まあ強い人曰くね、別に6、7、8、9とかね、まあ1個か2個持ってきゃいいんじゃないっていう。はい、で僕の周りもね、まだまだね、なんかあるんですよ。ご当地とかがね、ポロポロあるし、仮想サーバーですからね、ポロポロあるんでね、しっかり取っていきたいと思っております。はい。で、決勝中継の状況なんですけど、まあ敵軍のね、こともありますから、ちょっといろいろ配慮もあっての、詳しいことは申し訳ありませんけど、いよいよね、なんかいい勝負になってきたと、耐えに耐えてね、なんとか、互角ぐらいまでの、どこにね、選挙を持ってこれたということで、ほんとね、名手としてはほんと感謝してもしきれないというところでございます。東西、広い戦域でね、一分隊一同盟みたいな、まあ、図式で戦ってまして、まあそこ、それぞれの戦域でね、南部連合の同盟の各同盟がほとんど参加してもらってですね、お助けいただいているということで、なんか、ちょっと見えてきたなっていうところまで来たので、ほんと、僕もね、なかなか作戦はもう、立案せずですね、有能な指揮官とか会に任せてですね、指揮もほとんどね、それに任せて僕は、鼓舞するか、鼓舞する側で、ちょっとね、たわいもない挨拶を毎日、僕毎日挨拶するんですけど、たわいもない挨拶もしながらですね、こう指揮を上げれたらなと思います。はい。で、そう、決勝中継の仕様に関して、まあ、今ね、ツイッターでもいろいろ出てます。で、もう関所突破したとかですね、州府を取った、破壊したっていうね、情報はたくさんあります。もうこの時点で結構、その時点で、勝敗が決まってると。で、聞くところによると、降伏したとかですね、停戦したっていうところもあるみたいですね。はい。僕、決勝中継の仕様においては、それはないのかなと思ってたんですけども、やっぱりね、うん、自分の確保した、ね、土地とかね、守りたいっていうのもありますしね。うん。まあ、それ以上戦ってももう無駄だろうということで、降伏して、まあ、州府はね、全部、明け渡すんでしょうけども、まあ、その中で、その後どうすんかなっていうの、この後ね、結構まだありますよ。僕の先行サーバーでも、今何日目でしたっけ、今は、おい、おい、手がなぜ当たる、まあ、60日とかですもんね。はい。ですので、3ヶ月だとしてもあと1ヶ月ありますからね。この待機時間が暇だっていうね。まあ、どうにかしろっていう方も結構多いと思うんですけども。まあ、でも、ストラテジーゲーム、決勝中継とかもね、ずーっと戦争だと、ほんとね、疲弊するんですよ。それがいい、それが楽しいっていう方もいらっしゃると思いますけどもね。まあ、それがしんどいっていう。僕もね、結構体力やべいっす。最近夜ね、僕、まあ、徴兵アラームってまだ前言いましたけども、
あと最近あの深夜アタックのためのアラームをつけてね、結構3時頃起きてやってるんですよ。でなんかね、読まれたことがあってね、最近それを、でなんか結構早い段階でその不当とか狙っていったんですけど、瞬時に動かれてね、あの待ってたかのようにね取られたっていうのがあったので、なかなかね、まあこうやって僕は言ってるからなんですけども、ちょっと深夜型でね、僕もね動いていきたいと思います。深夜の方がね活躍できるんでね、はい、ということでございます。で、決勝中限、まあね、待機時間とか長いんですけども、まあ、ストレッチゲームにおいてはですね、たまの休みもいいでしょう。家族のためにね、サービスするとか、自分のスキルアップするとかですね、仕事頑張るとかですね、他のゲームをやるっていうのもね、いいと思います。ストレッチゲームね、24時間365日ね、ちょっとやってるとですね、病んでしまいますから。はい、病んでしまう。ということでね、まあ、確かにね、暇では暇だと思いますんでね。うまくね、その線引くが今あるんですから、もう終わったとかさっさと線引く戻してですね、次のエントリーをどんどん始めてですね、集まったとこからまた次にしていくっていうルーティンをどんどん作ってほしいですよね。はい。で、最近ツイッターでね、なんかおっしゃってた、S3 に終わった方かな、トータ君やりたかったのにできないんですかっていうことがあったんですけども、できると思います。線引くのエントリーシステムのところですね、群雄等々と群雄地区6ですね。これが、まだ 未開放みたいな状況になってたんですけども、ある限りはね、開放するんでしょう。それを信じてね。まあ、ちょっと癖がありすぎるんで、僕としてはもう一つですね、普通の制服シーズンの投函、黄金軍営のね、国家システムがあって開発まである。あとはまあ、自由みたいな感じの、ああいうのもね、出していいんじゃないかなと思います。こういうトリッキーなのよりね、ちょっと昔に戻って、オーソドックスな、スタイルでやりたいという人も結構多いような気がしますんでね。そのところもご協力、上の方、よろしくお願いします。ということで、大酒を私になってくれませんでした。ありがとうございました。